キャッチ、キャプテンコートンです。ゴードンが近くにいるのね。ゴードン、ゴードン、どこにいるの？私を呼ぶその懐かしい声は助手のジェニファーだな。心配したぞ、私はここだ。あれが勇者か。かっこいいです。フロンちゃん、守備範囲広いね。大丈夫か、ジェニファー？ん？どうしたんだ、その子供たちは。子供ではない、俺様が魔王ラハールだ。君が魔王だって？ジョークはよしてくれたまえ。君はどう見たってまだ毛も生え揃ってない。己魔王め、不意打ちとは卑怯千万。うん、なかなか物分かりの良いやつだな。貴様が抱く地球侵略の野望はこの地球勇者キャプテンゴードンが必ず打ち砕いてみせる。ちょっと待ってください。黙れ悪党。不当ですって？ラハールさん、こんな失礼な人、勇者でも正義のヒーローでもありません。さっさとやっつけちゃいましょう。おいおい、言われるまでもない。おい勇者、この魔王ラハール様を倒せたなら地球侵略はしないと約束しよう。だが俺様が勝った時は魔界に残り俺様の家来になれ。どうだ？くぅ、よかろう。勇者は決して敵に背中を見せぬもの。ゴードン、あのね。なーに、心配いらないさ、ジェニファー。この程度のピンチは朝飯前、私とサーズデイだけで十分だ。君はそこでいつものように地球勇者キャプテンゴードンの勝利を確信していてくれたまえ。交渉成立だ。行くぞ勇者。来い魔王め、地球の平和は私が守る。サーズデイ、援護を頼む。Bye.
それ。
勇者よ、魔王の強さを思い知ったか。いつも勇者が勝つとは限らんのだ。はあ、なんということでしょう。人間に危害を加えてしまいました。私としたことがついじゃねえだろ。ついじゃ、フロンちゃん、最近かなり悪魔サイドに染まってきてるんじゃないの？そんなことでも、これが大天使様に知れたら。大天使様、大天使ラビントン様はおわすか。一大事にございまする。お前が私のところに来るときはいつも一大事だね。今度はどんな一大事だね？あのフロンめが魔界にて人間を殺害したのでございます。何？フロンが人間を殺したと？さようでございます。見習いとはいえ、天使たる者が人間に手をかけるとは許しがたき所業。このようなことを神が許されるでしょうか？いやいや、許されるはずがありません。それにしてもおかしいね。どうして人間が魔界に？それはとにかく私は反逆者フロン討伐に向け準備を進めまする。兵をお借りすることになりまするが、よろしいですな？わかった、お前に任せるよ、ブルカノ。はは、人間が介入することになろうとはな。さて、彼はどう動くつもりか。いえ、大丈夫です。大天使様なら全て誤解だということを分かってくださいます、きっと。だといいけどね。さて、地球勇者という新たな仲間が加わり、スペースワールド編が幕を。やあ諸君、みんなのヒーロー、キャプテンゴードンだ。前途多難なゴードン。諸君も知っての通り、私は太陽系第三惑星地球を守る37代目の地球勇者だ。この先どんな困難、たとえどんな困難が待ち受けていようとも、地球勇者の名にかけて、そしてこのキャプテンゴードンの誇りにかけて、悪党どもを根絶やしにしてみせる。なぜならそれが私の使命なのだから。次回地球勇者キャプテンゴードン第10話、天使と悪魔と人間と、私の活躍を楽しみに待っていてくれたまえ。はっ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 は。じゃねえ。